どうもクレイジー竹田です。本日はラッパレのですね、流し打ちランキングをしていきたいと思います。変態打ち、そして天才打ち、そしてこのチャンスでどうか打ってくれってとこで打ってくれたこの感動のヒット等々をランキング5にしてお送りしたいと思います。ということで皆様、お楽しみください。はい、第5位、安定の芸術だ、頼れる4番の流し打ち。4番といえばね、4番といえばこの方、ゾエさんでございますね。はい、これレフト前のヒットでございます。ナイスバッティング、ね、ゾエさんらしい、ゾエさんらしいね、やっぱり、逆方向への当たり、はい、逆らわずそのままスッとバットを出してね。そうだね、はい、まあ、左対左で難しいとこなんだけども、はい、まあ、しっかり体をぶつけるように逆方向に、さすがの一本という形かな。ですね、居酒屋でかっこいいこと言ってて、うん、なんか打率は別に気にしてないと、うん、チャンスでどれだけ打てるかが4番だと、おー言ってたので、やっぱこれからも頼りにしてますよ、ゾエさん。ナイスバッティング、ナイスバッティング。はい、そして次、バスターでそんなに飛ぶ、力で持っていった、エンタイトルツーベース。いや、 ETB って何、 エンタイトルツーベース。はい、ライパスさん、あーこれはライパスさん、これ北区の試合ですね。素晴らしい、素晴らしい、師匠、師匠。これで13ですよね、師匠。俺だと思う。すごいよ、これもう一回見ていただきたいんですが、力でもしっかりポイントを近くまで呼び込んで、はい、シャープに、シャープに打ってますね。決して大きく振るわけではなく、小さいスイングの中でボールを引きつけて打ってると、はい、でもまあまあまあ分かるんですが、はい、バスターでこれこんな飛ぶかっていう、いや、やっぱりあの地のパワーが違います。地のパワー、地のパワーは凄まじいものがありますので。いや、凄まじいですよ、ゴールドジム通ってますからね。そうですよ。やっぱりこんなコンパクトでも、まあ、師匠であれば、はい、やっぱりライトを超えていくと、もうもうもう超えちゃいますよ、トンって当てるだけでいいんじゃないか。そう。いやー、もうこういうバッティングねしてたらね、はい、きっとね、7番8番じゃなくてもっと上がっていくと思う。打順もクリーンラップに2人と、はい、第3位、インコースを流し打ち、超絶変態バッティング。それは変態だね。あなたでございます。私ですか。あ、そうですか。潤さんでございます。これはマミーズさんとの試合かな。マミーズさん0-0ですね、はい、ここガーンと、この打席ですね、宇宙間を越えて走ってますね、走ってますね、必死に走ってます。足回ってますか、これ。いや、ちょっと回ってないかもしれないですね。ラッキーと。均衡を破るきっかけとなったスリーベースヒットぞ、はい、暴走だと怒られてますけど、ね、まあこれ、まあ、ベンチからの指示でね、はい、スライダーツーシームが主体のピッチャーだったんだけども、はい、その中速、まっすぐより遅い球をしっかり狙ってこいという指示があったので、あ、まあ、引っ掛けないように逆方向に打つ意識の中で、すごいな、打ったら向こうに飛んだという打席です。体開かず、腕めっちゃ折りたたんでますね、これ。そうだね、まあ、ポイントを最近近くしよう近くしようって意識してるからこそ、うん、まあ、こういう打球が出たのかなとは思うけども、いやー、気持ち悪いな。いやいやいや、おかしいよ。いや、打ってるから。ナイスバッティングです。もうこれで、まあ、1点を入れるきっかけとなったやつでした。はい。第2位、理解不能、逆方向に伸びるスリーベースヒット。おー。お、徳さん。先生。我らが徳さん先生。徳田先生ですね。はい、ちょっと見ていただきたいんですが。トン。おー。トンと。これ、レフトフライかなって思ったら、レフトオーバー。超えてらっしゃる。やばい。おー、徳さん、走って。走って。ちょっとこけそうになりましたが、抜かるねだからね、抜かるねましたから、抜かるねましたから、逆方向へのタイムリーツーベース。あ、ナイスバッティング。あ、スリーベースですね。いや、やっぱりね、徳さんのうまいところだよね、しっかりとミートしていると。これで飛ぶもんなんですか。やっぱりしっかり、ボールの勢いを使って芯で捉えているっていう感じだから、やっぱり逆方向にも飛ぶのかなとは思うけどね。まあ、無茶なスイングというか大振りはせず、うん、ボールの勢いを使ってしっかりコンパクトにミートした結果、はい、まあ、打球がしっかり伸びていくと。すげえなー、こういうバッティングしてみたいですけどね。いやー、無理でしょ。無理か、期待しといてください。いや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 、第1位、やはり天才だった元独立リーガーの超流し打ち。いや、だからなんなんこのアルファベットの略し、ちょっと略したい。ここ最終回2対2で同点の場面、タブーさんとの試合だね。はい、で、鉄平さんなんですが、はい、手前の3打席全て三振だったんですよ。なるほど。この日ね、絶不調だったんですけども、はい、はい、さあどうか。じゃあ、すごい綺麗。いやー、ナイスバッティング。いや、ナイスバッティング。いや、天才ですわ。
これサヨナラだったんだね。サヨナラですね。ジュンさんがホームベース踏んで、素晴らしいバッティングです。こんなできます？いやー、まあ、逆らわずね、はい、しっかりボールを呼び込んで、まあ、無理なく打ったっていう感じだろう ね、 そうですね。一番確率の高い、はい、バッティングをしたのかなとは見てて思うけども、にしてもすごい、はい、この打った後なんかイチロー選手に似ててちょっとかっこいいんだよな。テペさんは本当にイチロー選手をずっとリスペクトしてるみたいなんで。へー、そうなんですね。理想通りかと。理想通り、やっぱりチャンス、サヨナラ、ヒット。そうだね、もうテペさん今年すごいからね、すごいすね。ちょっとまた聞いてみたいね。見たいですね。あのバッティングのコツというか今年絶好調の原因、はい、要因っていうのをなんか絶対やってる。いや、そうだ、絶対なんか自主練してるから、もう本当すごいからね。ありえないぐらい打ってるから、ね、取材しましょう、それを、ね、いや、そうですよ、はい、まあ、以上があっぱれの逆打ちランキングでした、はい、またねこういうなんか動画集みたいなのをやっていきましょう。そうだね。ということで本日の動画は以上になります、はい、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。プレゼントもやってまーす。国吉 TV プレゼント企画やっております。一つ目は水野セレクトライン、ピッチャーがミット見やすいようにターゲット加工が施されておりますからのニューバランスアップシューズ27センチ、頑丈な作りになっておりますので走りまくって打ちまくって投げまくってください。最後はジュンさんの家に潜入した際に掘り出したバッテ守備手リストバンドセットをプレゼントしちゃいます。応募はチャンネル登録&コメントです。6月頭に当選者発表します。お楽しみに。